皆さんこんにちは、荻上チキです。今日は接触仮説の話の続きをしたいと思います。以前この動画の中で接触仮説についてお話をしました。人は誰かと自分と異なるようなタイプの人と接触をすると、その接触した相手に対して親しみを覚えるようになる。でその接触というのは具体的な1対1あるいは仲間グループの中での接触に限らない。例えばテレビ経由で特定の、属性を持つ人と触れ合う、あるいは想像の中で特定の属性を持つ人たちと触れ合う。そのことによっても人はその対象に対して一定の親しみを持つんだと。つまり接触が様々な仕方で人々に親しみをもたらすのだというような話をしてきました。こうした話というのは様々な対立を持つようなグループの間でもとても重要になります。例えば国家と国家の中では大きく争っているような状況であったとしても、一人の個人がその別の国家に所属をしている人たちに対して敵意を抱かず、むしろ友情を抱くような場面というのがある。それの様々な分かれ目となるのがこうした接触があるかないかということなんですね。例えば国家間では様々に争い合っているけれども、自分には相手の国の国民と友人になっている、あるいは相手側の市民と友人になっている、そうしたの場合においては国家間の対立は存在するのは知っているが、国民全体に対して憎しみなどをぶつけないというようなことも起こり得たりします。でそうした時にこうした接触によって何が育てられていくのかということが重要になってくるわけですね。当然な接触をするとその個人、その友人一人に対して親しみを持つ、そのことが結果として何々人はこうだっていう言説が膨らむことを良くしてくれる。つまりいやいや自分の友人にはいい人もいるし、何々人だからといってある属性やある特徴を持つとは限らない、そうした様々な思い込みへのストッパーになってくれるというのが一つあります。もう一つはそうしたようなつながりを持つ人たちが複数増えれば集団間友情というものが生まれるということがあります。様々な争いを持つのではなくて、我々は互いに違うけれどもしかし友情を持ったような集団なんだというような考え方を育てるということもできるわけですね。実際例えば日本という国家あるいは日本という国に対して帰属意識を持っている人でも、この国の人たちと私たちは友情関係を強く築いているねと思っているような対象というものがいくつかあるわけですね。そのような格好で人は別の集団とも友情関係を築くことができる。敵対関係や緊張関係以外の関係も作ることができる。そうした関係を作るためにはやはり様々な仕方でのポジティブな接触というものがとても効果を持つのだということが分かっています。また様々な集団間友情を持つだけではなくて、共有アイデンティティを持つということも非常に重要だとされています。共有アイデンティティというのは私たちは同じ目標を持っているというようなそういったような状況を、意識するということになるわけですね。例えば最近様々な地域での紛争というものがより顕在化しています。そのことによって私はどの集団に所属をしているのかということを強く意識させられる場面というのもあります。一方でこの世界には問題が止まずに、例えばコロナ対策であるとか気候危機問題、こうした問題について共通の対策意識というものを持っている人たちは、様々に国家間の争いはあれど、でも気候変動に対して立ち向かっていこうとか、これからも密に連絡を取っていこうという形で、戦争をしている争っている国家同士の市民という格好ではなくて、気候危機に対応している市民グループ、あるいはコロナ対策に議論し合うような医療グループみたいな別の共有アイデンティティを持つことによって友情を続けるということが可能になるわけですね。このようにいろいろな接触を行うことによって、さまざまなグループ間の緊張を緩和したり、あるいは別の仕方でのアイデンティティや友情を形成するということができたりする。一般的によく言われるような例えば歴史認識とか、あるいはその国家間政府間の緊張はあるけれども文化交流は大事にしようという議論があります。これはまさに集団間の友情をしっかりと作っていくことであるとか、接触機会を作っていくことに他ならない。つまりかなり重要なポイントを私たちは無意識のうちに口にしていたということになるわけですね。様々な国家間の緊張状態というものを目立っている昨今ですが、皆さんが日常の中で一人一人との友情関係を重要にすること、重要視すること、そのこと自体がとても社会全体の中で平和であるとか平穏というものにしっかりと向き合う大事な作業なんだということもわかるかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。